ダリエン国立公園はパナマのダリエン県にあるユネスコの世界遺産にも登録されている国立公園である。コロンビアとの国境付近に広がっており、国境の向かい側にはコロンビアの世界遺産であるロスカティオス国立公園が広がっている。1980年に国立公園が設定され、1983年には生物圏保護区に指定された。背景にあったのは 当時建設が進められていたパナアメリカンハイウェイの建設工事が国境付近の環境の悪化につながることが懸念されたことである。国立公園が設定された結果、この縦断道路はパナマのヤビーイサ付近で一度途切れることになった。ダリエン国立公園には海岸線や山岳地帯が含まれるため、マングローブ林、ヤシ林、多くの地域を占める鬱っとした熱帯雨林など、 多彩な植生が存在している。植物種は非常に多彩で、樹木の種類は300種以上、卵化の植物は1000種以上生育している。熱帯ウリンは多くの動物たちの住みかになっている。北から南下してきた動物たちと南から北上してきた動物たちが集まって独特の動物賞を形成している。国立公園内に生息している哺乳類には、 世界最大の月シメであるカッピバラをはじめ、ピューマ、オセロット、ノドチャミユビナマケモノ、セアカリスザル、ベアードバク、ヤブイヌ、アライグマ、パナマスベオアルマジロなどがいる。この他、かつてはネコ科最大のパナマジャガーも生息していたが、絶滅してしまったようである。爬虫類はメガネカイマン、グリーンイーグアナなどが生息している。鳥類は非常に多く、 ハチドリやオオギワシなど選手以上の生息が確認されている。ダリエン国立公園内にはアメリカ先住民のチョコ人たちが伝統的な文化を守って生活している。国立公園の設定は自然環境保護の面だけでなく彼らの文化の保持にも一役買っている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。一体は ゲリラなどの存在によって治安が悪く、日本の外務省は渡航の是非を検討するよう危険情報を発している。ありがとうございます。